ちゃん、見て見て、ミーコ、ここに行ってみたいの。なになに？ウルトラスリルワールド。新しくできたテーマパークなの。ミーコ、遊園地とかあんまり行ったことがないけど、ここにはぜひ行ってみたいの。直角で落下するのとか、空中3回転するのとか、絶叫マシンがたくさんあってスリル満点で楽しそうなの。そうなんだ。ミーコちゃんは本当にスリルが好きだね。うん、スリルは日常を彩るスパイスなの。日常を彩るスパイスね。あ、いいこと思いついた。ミーコちゃん、足元気をつけてね。うん、オッケー。ありがとうございました。では帰りもここでお願いします。はあ、目隠しされて車に乗せられるとか、なんだか誘拐されたみたいでワクワクするの。なんで誘拐された人が喜んでいるんですか。ミーコちゃんってほんとスリル好きだよね。でも本番はこれからだよ。はい、ここウルトラスリルワールドなの。ミーコちゃん、来たいって言ってたでしょ。だからサプライズで連れてきちゃいました。目隠しはやりすぎじゃないかってミユさんと私は言ったんですけれど。ただ連れて行くんじゃスリルが足りないでしょ。だってミーコちゃんの誕生日だよ。ミユちゃんがミーコちゃんの行きたい場所を教えてくれたおかげでサプライズ大成功だね。みんなありがとうなの。ミーコのためにこんなにいろいろしてくれてミーコとっても嬉しいの。ミーコちゃんが喜んでくれたなら私たちも嬉しいよ。ところでミユさん、なんだか顔色が。絶叫マシンは苦手ですか。あまり経験はないけど大丈夫。多分大丈夫だと思う。そんなに激しいものじゃなければ。よし、それじゃあ早速遊ぼうよ。ミーコちゃん、何乗りたい。じゃあミーコ、あれに乗りたいの。ここの目玉の超巨大ジェットコースターなの。ミユさん大丈夫ですか。もしあれでしたらバースデーソングを歌う作戦は変更しても。ううん、大丈夫だよ。ミーコちゃんのお祝いのためだもの。それじゃグーパーしよう。大丈夫、怖くない。大丈夫、主様、どうかお守りください。歌い出しは私なんだからしっかりしないと。ミユさんは大丈夫ですか。うん、なんとか。ミーコちゃんのおかげでなんとかバースデーソングも歌えたし、よかった。それにしてもミユちゃんすっごい声だったよね。あんなに
スリルを感じられて、みゆちゃんが羨ましいの。みーこもみゆちゃんみたいにもっとスリルを楽しみたいの。こら、お二人とも、みゆさんは頑張ったんですよ。そんなのわかってるの。だからみーこ、すっごく嬉しかったの。みんなと一緒にいられて、最高のスリルも感じられて、今日は本当に最高の誕生日なの。